ドミニク・ナサニエル・キャルバート・ルーウィンは、イングランド・シェフィールド出身のサッカー選手。エバートン FC 所属。イングランド代表。ポジションは FW。名前は、イギリス英語に近い発音のカルバート・ルーウィンと呼ばれる、ことも多い。シェフィールド・ユナイテッド FC8 歳の時から、地元クラブのシェフィールド・ユナイテッド FC のアカデミーに、所属。育成年代ではボックス・トゥ・ボックスの、 ミッドフィールダーとしてプレーしていたが、17歳の時にセンターフォワードにコンバートされ、カブリーグへのレンタル移籍を経て、2015年4月に18歳でトップチームデビューを果たした。エバートン FC2016 年8月、移籍金150万ポンドでエバートン FC に移籍。2017年3月18日、プレミアリーグ第29節。 ハルシティ戦で遺跡後初ゴールを挙げた。2019から20シーズン、背番号29番から9番に変更。2019年12月に、カルロアンチェロッティ監督が就任すると得点能力が開花し、リシャルリソンと並んで、チームトップスコアラーとなるリーグ戦13ゴールを記録した。2020から21シーズン、開幕戦となったトッテナム戦で、 決勝ゴールを挙げ、第2節のウエストブロム戦では、ハットトリックを決めるなど、チーム史上初となる開幕戦から4試合連続ゴールを挙げる活躍で、イングランドフル代表に初招集された。2017年に、韓国で開催された FIFA、FIFAU-20 ワールドカップでは、決勝のベネズエラ戦でゴールを挙げ、優勝に大きく貢献した。 2020年10月8日の新前試合ウェールズ戦でフル代表初出場を果たすとその試合で初ゴールも決めた。ありがとうございます。